日本ハムは同点の3回、チャンスで4番中田。打球はファンの待つレフトスタンドへ。80打席ぶりとなる10号スリーランで勝ち越しに成功します。待望の一発で波に乗った中田は5回にも貴重な追加点となる2点タイムリー。主砲が3安打5打点の大暴れ。チームも10得点で広島に快勝です。久しぶりのホームランの味いかがでしょうか。はい、皆さんお待たせいたしました。